では、ワードの文章の入力、そしてフォントの設定について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではまずですね、ご覧いただいている画面が、通常の、ワードを開いた時の通常のフォーマットのテキストになっております。はい。で、早速、文章を入力していきたいと思うんですけれども、実際にワードを立ち上げた段階で、はい、文章が入力できるような、状態になっておりますので、もうこのまま文字を入力しましたら、はい、こういった形で、はい、文字を入力することができます。はい、で、そのままエンターを押したら、実際に行が、開業されますので、こういった形で、それぞれバランスを考えながら、文章を入力したり、そうですね、テキストを作成することができます。はい、でですね、実際に、入力する文章のフォントを変更したいと思うんですけれども、現在、ワード自体に入力されている、フォントなんですけれども、こちらのデフォルトのフォントがもう設定されておりまして、そちらを確認できるのがこちらのフォント欄にあります。この部分ですね。こちらをクリックしますと、はい、いろいろと、選択できる画面が出てくると思うんですが、現在選択されている、本文のフォントですね。こちらが遊民調で、見出しのフォントがユーゴシックライトですかね。はい、こちらのフォントがもうワードにデフォルトで設定されています。はい、で、そちらを変えていきたいと、変更していきたいと思うんですけれども、でしたらですね、まあ、いろいろ、さまざまなフォントの種類がありまして、あるんですけれども、今回は、まあ、わかりやすさ重視というところで、こちらの HGS 創英学ポップ体を、クリックします。で、実際にクリックしましたら、フォントが、遊民調からこちらの HGS 創英学ポップ体に、変更されました、はい。で、この状態でですね、文章を入力していきますと、はい、このように、フォントが明らかに違くなっておりまして、変更されております、はい。で、このようにフォントを変えながら、各行で、もちろん部分部分の、文字、を選択して、フォントを変えることもできます。はい、で、この状態になったときに少し注意が必要なんですけれども、実際に、今この、このワードという文字ですね、はい、ポップ体で入力した部分から下の開業した部分ですね、この4行のフォント自体はこちらの HGS 創英学ポップ体になるんですけれども、以前の上の部分ですね、こちらの遊民調で入力した部分、そして開業して2、3、4、5行目の部分までは、現状でも文章を入力すると遊民調のフォントになります。はい、下のポップ体の文章と比べても明らかにフォントに違いがありますということがわかりますね。はい、ですので、実際にフォントで、フォントを使いこなしながら文章を入力していく際には、こちらの部分が少し注意が必要です。実際にフォントが適用されている部分は、それが適用した部分から、開業して、開業された部分のみですね。で、それ以降フォントを変えてまた開業すると、それ以降開業された部分は別のフォント、変更されたフォントが反映されますので、その部分は注意してください。はい、ただ、こちらの部分、フォントの選択ですね、を使いこなすとですね、非常にポップな、ポップと言いますか、わかりやすいですね、非常に親しみられやすい、はい、文章が作れるようになりますので、ぜひ覚えておいてください。はい、以上、文章の作成、それと、フォントの設定について説明させていただきました。どうもありがとうございました。